いつもご視聴ありがとうございます。a u 株コム証券、投資情報室の笹原でございます。5月の17日金曜日、米国株式ウィークリーをお伝えいたします。今回タイトルはゴールディロックスラリーでニューヨークダウン一時史上初の4万ドル、相場上昇持続の鍵は来週の NVIDIA 決算かということでお伝えをいたします。ではまず直近1週間、先週5月10日金曜日から昨日5月16日木曜日までの到落の確認です。 使用3指数揃って上昇となりました。また、主要な半導体株で構成されるフィラデルフィア半導体株指数、こちらの方の上昇率がより高くなっています。米国10年債利回り、こちらの方は低下をしていまして、金利の低下が株式市場を押し上げる要因となったと考えられます。では次に指数 左側 S&P500 指数、右側がニューヨークダウンの冷やしチャートですね。まあ、こちらの方を見ながらあ今週の振り返りをしたいと思います。えー、今週最大の注目材料となっていた15日発表の CPI 消費者物価指数。まあ、こちらがですね、まあ、相場の方向性を決定的に決めました。えー、この CPI は今年に入って3ヶ月連続上昇し、まあ、市場予想上振れが続いていたんですけれども、まあ、今回4月の CPI でようやく市場予想を下回ったと。 ということで、これにマーケットはアンドしまして、市場ではですね、年内の利下げの回数、こちらの折り込み度合いを再び1回から2回程度までですね、折り込みつつあるという状況で、これを受けて長期金利が低下。 相対的に割高感が薄れた株式市場に買いが入った格好です。まあ、チャートの方を見てみますと、5月に入ってから、まあ、相場の試合の好転がですね、まあ、ここまで続いてきているというのが見て取れるんですけれども、まあ、この背景にあるのは、少し前まで市場で懸念されていた、あーいわゆる、スタグフレーション。景気の停滞とインフレが並存する状況ですね。 まあこの懸念というのがかなり後退してきた。まあ、当然それによってです、ね、利上げに対する警戒も以前はくすぶっていたんですけれども、これもだいぶ後退してきたといったところで、まあ、逆に株式市場が今折り込みつつあるのは、まあ、ソフトランディング、まあ、景気の軟着陸ですとか、もしくはゴルディロックス経済、まあ、景気を加熱も冷ましもしないですね。まあ、適温、程よい水準の景気の状況というのがまあ続くんじゃないかと。 一方で、そういった経済の中ですね、まあ物価については緩やかな低下傾向を続けると。まあいうですね、まや,やや楽観的な見方にまた移り変わってきているということが株式市場上昇の背景にあると思われます。まあもちろん企業業績がですね、まあ来年、来期以降も拡大が続くと。 いう、まあ、この期待もあるのかもしれませんが、まあ、ただ、来期以降の業績について織り込むには、まだ、ややタイミング的には早いと思いますので、まあ、やはり直近の上昇はですね、まあ、ストレートに、この金利の低下というところが、大きく影響しているというふうに考えています。でパブリエフェアルビー議長が今週14日にも、まあ、討論会で、米国の経済について2、2%かそれ以上の成長が続くと述べていますので、 まあこうしたですね、まあ、パベル議長の経済に対する楽観的な見方というのも後押し材料となりました。まあ、こうした状況が PR の高いですね、ハイテク株にも買いが入ってきたということで、まあ、15日にはナスダックも含めて使用3指数が揃って最高値を更新しています。そしてニューヨークダウンは昨日16日ですね、一時4万51ドル。 を、まあ、つけたんですけれども、まあ、このをつけたあ、史上初の4万ドル台に乗せた後はですね、まあ、短期的な加熱感から持ち高調整の売りに押されてえ、昨日はマイナスで取引を終えている状況です。はい、ということで、まあ、来週以降の見通しですけれども、まあ、一旦、まあ、高値をですね、まあ、つけたというところ達成感もありますので、まあ、やや上値重くなってくるかなというふうに思います。 ただし、今週末、まあ、今晩、ウォーラー FRB 理事、そして土曜日、えー、クグラー FRB 理事、そして日曜日、パウエル FRB 議長の講演が控えてますので、まあ、こうした主要な要人のですね発言の中で、ハト派的なニュアンスが感じられるようなですね内容があれば、もう一段のですね、まあ、金利の低下、もしくは利下げ観測、まあ、こういったものを背景に、週明け強い米国市場のスタートとなる可能性もありそうです。 また同様に FRB に関しては22日火曜日5月 FOMC 会合の議事用紙、こちらが発表されますので、前回会合での議論の内容ですね。こちらのところも影響してくると考えられます。また、さらに翌週になりますけれども、今月末、5月末には FRB がより重視する物価指標 PC デフレーター、こちらの発表が控えていますので、 まあこの辺りのところまでですね、まあ、再び経済指標を注視するということで、まあ、やや動きづらい状況になってくる可能性がありそうです。でただし、そうした状況ですね、もし、まあ、跳ね返すという形になる材料としては、企業決算で5月22日に控える NVIDIA、ここの決算が仮に市場予想で上回る強い内容であったとしたら、マーケットがもう一段高を目指すきっかけになる可能性もあります。まあ、今回この NVIDIA の決算は、 2月から4月の3ヶ月四半期決算になりますので、まあ、すでに発表を終えたですね、1、3月決算の企業決算よりも4月分、1ヶ月先の分のですね、まあ、業況というのが含まれてきますので、まあ、そこの動向の好調というのが確認できれば、すね、まあ、特に他の半導体関連企業の次の4、6月期決算の資金積にもなりますので、まあ、このあたり注目度は高まっています。 ということで、今回重要となる NVIDIA の決算ですね、簡単に確認しておくと、今回 NVIDIA の1、3月期決算、5月15日時点におけるアナリスト予想の平均によると、売上高は約245億ドル。まあ、前年同月比、前年同期比で約3.4倍。そして純利益では同じく6.4倍の130億ドルが見込まれている状況です。 まあ大幅な増収増益見込みという状況になっています。まあ、引き続きデータセンターで使う生成 AI 人工知能関連向けの高性能半導体の需要というのが工業石をですね、えー、牽引するという予想が強い状況です。ただし、昨日発表されたですね、あの、アメリカ半導体の製造装置大手アップライドマテリアルズ まあこちら同じく2月から4月までの市販期決算を発表しまして、まあ、同時に5月から7月、次の市販期の業績見通しというのも、こちらの方も使用予想を上回ったんですけれども、ただ株価の方は時間外取引で下落をしているという状況で、 ま、市場予想を上回るだけでは物足りない可能性があって、まあ、それをさらにですね、えー、より強く市場の期待、投資家の期待を上回ってくる必要があるのかもしれません。まあ、その点で NVIDIA、まあ、今回増収増益見込みではあるんですけれども、まあ、ただあ、ハードルはかなり高いということは前提に置いておく必要があります。ですから、仮にですね、まあ、いい内容の決算が出て、そこで一旦出尽くしの売りが出てくるようであれば、まあ、そこはおしめ買いのチャンスになるんじゃないかと。 いうふうに考えられます。まあ今回この NVIDIA のですね、まあ業績の動向を占う上で、まあ、NVIDIA が半導体の製造をですね、まあ委託している半導体の製造受託大手 TSMC、台湾セミコンダクターですね。こちらの月次の四半期の売上動向というのをちょっと見てみますと、4月の月次売上というのが2360億台湾ドルということで、4月としては過去最高。 え、また単月としても過去2番目の大きさということで、非常に4月ですね、まあ、好調な状況が確認できていますで。特にその赤色の線、前年同月の伸び率で見ると、前の年の同じ4月と比べて60%の伸びということで、この伸び率が4月加速していますので、 まあこれもちろんその受託しているのは NVIDIA の仕事だけではありませんけれども、まあ当然ですね、牽引しているのは当然その AI、構成の半導体が牽引役になっていますから、まあこの動向を見ると、今回の NVIDIA の4月のですね、今回の NVIDIA の決算、または次の市販機の見通しに関しては強まってくる可能性はあるんじゃないかなというふうに考えられます。 ということで、個人的にはですね、相当に高い市場の期待ですけれども、これをクリアしてくることでですね、マーケット全体にも一段高の後押しを加えるということを期待したいというふうに考えています。はい。では、私からは以上となります。動画の方、最後までご視聴ありがとうございました。動画の方気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価のいいねをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。